開幕ダッシュで恐竜復活にかけるドラゴンズ。オープニングゲームは甲子園に乗り込んでの阪神戦。さて注目の開幕投手ですが、すでに高木監督が今中で行くと語った通り、若き左のエースで決まりのようです。昨シーズン今中は阪神戦に4試合登板、3勝0敗、防御率も 0.69 と相性も抜群。プロ入り初の大舞台を前に、今日は軽いキャッチボールなどで最終調整。阪神キラーは準備万全です。また今シーズンの目玉、落合大鵬を中心とした恐竜打線が前評判通りの破壊力で阪神投手陣をどのようにして打ち崩すのか大変注目されます。全員が最後までやるぞって言って、開幕の一勝、唇は乾きっぱなし。6年ぶりに甲子園で開幕を迎えたものの、1回本拠地で初めて開幕投手となった中田浩二がツーアウトからヒットを許し、さらに落合にセンターへ持っていかれます。八木のジャンプが厚くタイムリーツーベース、ジャコビーにも来日初タイムリーを浴び、早々と2点を失います。一方阪神もその裏、去年勝てなかった中日先発今中からワンアウト二塁三塁、しかし頼みのオマリー・パチョレックが今中に抑えられ無得点。1点でも返していると試合の流れはガラッと変わった場面でした。逆に中日は2回中村が1号ツーラン、5回大鵬が一本足打法初のソロ、そして6回パウエルがバックスクリーンに1号ソロを放つなど、瞬くうちに8対0と大差をつけます。阪神も中盤以降、松永とパチョレックが4点を返したものの、8回2アウト満塁で中日の中村の内野安打を、なおも久慈が一塁へ悪送球。補欠を掘って失点を重ね、結局阪神が12対5で惨敗しました。そういう感じだったですけどね、これで、オマリがね、昨日でもちょっと打っとけばね、もっともっと試合の様子は変わってたと思うんですけどね、まずあの松永の1打席目だけは必ず皆さんにご覧いただこうと思います。さあその松永の第1打席です。石本さん、まさかこんなことがという、はい、昨日の校長戦からね、非常に気持ちの上でゆとりが持ててですね、今日は力いっぱい振りますね、そうですね、6打席連続ヒットがしかもホームラン、開幕からこれだけ好調なのはプロ入り初めてだという松永です。そして2回2アウトですが、今年阪神の救世主にと期待がかかる檜山が、小島のね、力投の球をねしっかり捕まえることができました。そして今度はベテランの木戸です。これは2、3から難しいコースだったんですけれどもね、非常に打ち気がよくて、こういうタイムリーヒットになりました。本当にこれ以上ないという形、新球取り混ぜて阪神思い通りの展開です。投げるピッチャーの湯船の方も5回まで、一本さん、ピンチらしいピンチもなかったですね。昨年よりちょっと様相が違ってですね、南東といいますかね、技巧派になったような気がしますね、スプリットフィンガーを非常にうまく使えるようになりました。出したランナーもこうして松永のところでダブルプレー3つ完成させました。しかし6回ワンアウト一塁で種田の打席、この打球なんですが、ワンアウトランナーファーストですよね、3点差なんですよね。この目測さえ誤らなければですね、なんていうことなかったんですね、わずか1球で野球というものはこんなに変わるのかというですね、恐ろしいですね、思い知らされました。まず種田センター前、これでランナー2人いたまるんですね、パウエルは打ち取ったんですが、ツーアウトで落ち合い、菅沖合というバッティングされましたよ。これです、はい、少しスピードの落とした変化球なんですけどね、うまく引きつけられましたね。それからジャコビーへと続いていく打線も、はい、今日のジャコビーはね非常によく振れてるんですよね。これも高々とね、はい、これは外野フライかなという感じだったんですよね。よく振れてるためにですね、風にも乗ってですね、ああいう大フライになったんですけども、しかし、さっきのオマリといい、このパチョレックの守備といいね、ちょっと湯船はかわいそうだったですね。あっという間に同点になりました。しかも阪神は中日の中継ぎ陣から全くヒットが出ず、嫌なムードの8回ランナー1人を置いてオマリ、昨日今日とね、一つも打てなかったんですけれどもね、ここはバッシリ、捕まえましたね。こういうのが最後に出るんですね、これでパチョレック、オマリ、松永揃い踏みという感じですよね、はい。
阪神この後9回に訪れ報道陣を引き連れて名古屋入りした長嶋監督、怪我のモスビーに代わって西岡を起用したのが当たります。初回ドラゴンズ先発山本からセンター前ヒット、今日も先制点と行きたかったんですが河合が送りバント失敗、そしてバーフィールドが三振に倒れてスタートを切っていた河合がタッチアウト、長嶋采配が裏目に出てしまいます。一方好調な立ち上がりを見せた先発桑田ですが、2回スライダーが甘く入ったところを落合に右中間スタンドへ持っていかれます。今シーズン第1号のソロホームラン、さらに桑田は中村にもバックスクリーンを超える2号ツーランを浴びてしまいます。桑田は思わず呆然、恐竜打線の餌食となって5回4失点でマウンドを降りました。桑田とは対照的にドラゴンズの山本は立ち上がりのピンチを切り抜けるとキレのいいストレートを主体に4回までに6つの三振を奪い、去年ジャイアンツから4勝を挙げた実績を見せつけます。しかしジャイアンツは6回、大久保がレフトポール際に第2号ソロホームランを叩き込んで4対1と反撃開始、さらに西岡がヒットで続いて、さあこれからというところで河合の当たりはショートゴロ、これが今日3つ目のダブルプレーとなってチャンスを潰してしまいます。こうなると試合は完全にドラゴンズペース。7回中村のラッキーな内野安打などでチャンスをつかみ、パウエルの2点タイムリーツーベースで6対1とダメ押し、結局ジャイアンツは最後まで山本を打ち崩すことができず開幕からの連勝は2でストップ。初黒星を喫した長嶋監督は報道陣の質問にもうーんとなるばかりでした。